皆さんこんにちは、やっさんです。今日は久々のデイキャンプということで、今から家族で行ってまいりたいと思います。じゃあキャンプ行きましょうか。行きましょうか。パパもこうやってキャンプ行くときは暖かくなってきた。何言ってねん。よし、じゃあ行きましょう。ここが有名な宝塚北サービスエリアです。今日はね、土曜日ですけどね、ご覧の通り閑散としますね。珍しい。一回ね、できた時に来たんですけどね、ものすごい人で大混雑でしたけども、今日は空いてます。あの有名なトイレね、一回行ってみましょうかね。ここがね、ゴージャスさで有名なトイレ。すごい綺麗やね。どうやった？服は行ってない。え、そうだった？服着替えるとこ。おう、なんか男子トイレ別に普通やったな、春な。なんかホテルの化粧室。あ、そう。で、なんか普通こう、手洗い場に移動するやん。で、目の前になった。そう、手洗うとこはねな。そう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 。なんかホテルの温水やで。ということで、また帰りにね、寄ろうと思います。到着です。実際の交通規制や道幅、目的地に近づきました。案内を終了します。到着しました。こちらが知名湖キャンプ場です。ちょっと、ね、天気もね、微妙な感じだったんですけどね、結構いい感じでね、ちょっと晴れ間出てきましたね。はい、こちらで受付したいと思います。来る前は少しね、天気悪かったんですけどね、もう着いてからすごくね、もう晴れ間が出てましてね、もういい感じです。こういう感じのキャンプ場になってます。結構広いですよ。広いですしね、まだ何よりね、値段が安いです。今日はね、デイキャンプで来ましたけども、17時までで、ね、家族4人で、まあ、約2000円ぐらい、駐車場代込みです。まあ、もうあそこでね、頑張ってますね。セッティング完了でございます。今からお昼ご飯をね、作りたいと思います。もう毎度おなじみのラーメンと、はるくん焼きそば、なえちゃんも焼きそば、作りましょうか。早速火をつけました。火ついてるかね、よく見えへんのよね、これね。結構風が強くなってきたからね、大丈夫かな。晴れてきた。はい、こっちはね、固形燃料で、今からベーコンを焼きたいと思います。いい匂いしてきたね。なんかいい匂いしてきた。なんか固形燃料の方が。うわ、ベーコンうまそう。うまそう。よっしゃ。どうすか、ベーコン、たくちゃん。うまい。うまい。うまい。おいしそうやん、そば。ほら、ラーメンも。いい感じですよ、もう。いい感じやな。お、いい匂い、ほら。おお。ネギとか何もない。何もないね。
めっちゃジュージュー。これはうまいよ、多分。ね、よし。いい感じになってきた。自分で入れて。うん。コウさん取ってな。うまい。えのきとノンアル。うん、ノンアルいただこうと思います。はい。包丁なの。包丁は危ない。うまそうやね。ああ、うまい。だから。うん、ノンアルいけどうまい。どうだ。美味しそう。寒いからね。風がすごいよ。風がなんか強くなってきました。もう全然火力が。お、うまいやん。あー、こっちからもいけんのか。無理。すげえな。うわ、冷たいな。めっちゃ冷たいやん、水。誰が行く？気持ちいい。誰が行くかな。じゃあ、俺の2個目の。誰が行く？締めは、高菜チャーハン。いただきます。めちゃめちゃ美味しいです。何これは一体。タクちゃんは？タクちゃんおれへんやん。撃った。まもなく17時になりますので、そろそろ帰るとします。楽しいデイキャンプでございました。また再度訪れたいと思います。楽しいキャンプ場でした。ありがとうございました。やっさんでした。どうでしたか？楽しかった。はい、まあ、夏に行きたいかな。はい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 。僕もいて。はい。もう一回。はい。はい。もう一回。はい。はい。